十分質問をなんか受け付けないみたいなことをおっしゃったんですか。その理由は何なんですか。どういうことなのか、楽しくない思ってないではですね、はい、僕らの仕事になりたいと思います。大変理由を書いた言動を認めたためです。そもそも一社会人、人として私はそのような態度は許容しません。マスメディアとしてという言葉がたびたび出ているので、この際ですね、市長さんのマスメディアとは。こんにちは、ナニコレ政治です。前回は返答から逃げようとしていた恵比寿記者ですが、最後は笑顔で詰める石丸市長に敗北して居残りとなりました。今回はその続きとなります。何が話されたのか、そしてその内容を語ってくれるのかが気になります。さらに動画の最後には恵比寿記者の残念なお知らせと胸熱のお知らせがあります。それでは本編へどうぞ。本日もお対応の中お集まりくださいまして誠にありがとうございます。2022年もどうぞよろしくお願いいたします。まず2点ほど確認をさせていただきます。一つ目はこの記者会見の時間なんですが、今日30分以内でもう立たなければならないという方いらっしゃいますでしょうか。ここまではよろしいですか。その先1時間を超えると困るというような方いらっしゃいますか。意味はありませんか。まあ、ただなるべく1時間以内には終わろうと思っています。でなぜこれをお伺いするかというとですね、先月の記者会見の中で、私がここで一生懸命私なりに回答していたんですが、その中で貴重な質問時間が奪われるというご指摘がありました。ただ結局先月の記者会見トータルで40分ほど でそれ以外の質問というのもほぼなかった状況です。となるとですね、外形的に見て私の回答が気に入らないからそれを遮ったと受け取られるような形になってしまいますので、そのような事態にならないようにあらかじめ今お断りし、そして確認をさせていただいた次第です。特段お時間をお急ぎの方はいらっしゃらないという認識のもと話をしていきたいと思います。2つ目なんですが、これは中国新聞社固有のお話なんですが、既に記者のご本人、それから本社にもお伝えしている通り、この場でのご質問、取材には受けかねますので、あらかじめその点もご了承ください。最後4件目ですが、市政の動きです。お手元の資料に沿ってお話をしますと、時系列には12月28日時点から並びます。ポイントとしては3つあります。まず1つ目は、中国新聞社への問い合わせです。これについてはこの後ろにですね、質問それからいただいた回答というのが並んでいます。まだ最終的な回答をいただけてない状況ですので、また追加があり次第皆さんのこの場で公開をしていきたいと考えています。少しだけご紹介すれば、後ろの方にありますが再質問の資料ですね、ご覧いただくと非常にシンプルに簡単に端的にお伺いをしています。矢印のところが追加の質問なんですが、例えば、8に関する再質問ですね。根拠を示さずに正当性が主張できるという見解かと問うています。これも即答できる程度の質問だという認識です。念のためお伺いしてみますというところです。なぜならば昨今SNS、ソーシャルメディアですら無責任な発言は控えましょうと。それはツイッターで言えばリツイートですら安易にやってはいけませんと。それ本当に確かなんですかというのがかなり言われてきているわけで、いわんやマスメディアにおいてはです。おそらくこれ皆様のご自身、記者のご自身、それから社のポリシーに照らして根拠を示さずに正当性が主張できるとおっしゃる方は皆無だと思っていますが、念のためこのようにお伺いをしている次第です。
それではこれを立政の動きに関わるご質問をお受けいたします。読売新聞さん、すいません、ちょっとまだ全部読み切れてないんですが、地方新聞の対応でですね、市長が最もこう重視している点はどこにあるかということを聞きたいということと、それから冒頭でしたから、ね、ちょっと僕の聞き中ないとはなかったんですが、中国新聞さんの質問をなんか受け付けないみたいなことをおっしゃったんですが、その理由は何なんでしょうか。はい、まず1点目なんですけども、今2つご質問いただきましたが、両者独立をした話です。関係性が無ではないんですが、それぞれ別個のお話として捉えていただければと思います。まず一つ目のお話なんですけども、この質問の趣旨としては、この記事一番に質問にあるんですが、社会性公共性の観点から果たして正当なんでしょうか、この問いかけに凝縮されています。でその根拠としてはずらっと下に並んでいるという状況です。例えば4番目では、いわゆるファクトチェックの基準に、判定基準に照らせば誤りではないか。で再質問の中では、一旦中国新聞社の回答をいただきましたので、中国新聞社は誤りではないという回答だったんですが、誤りではないにしてもこれはミスリードのものではないかというような質問をしています。要は読者に対して誤解を与える記事になってないでしょうかという問いかけをしているところです。野球史の部分は市長の見解ですね。はい、再質問、はい、改めて中国新聞社に、この質問を送らせていただいています。はい、よろしいですか。はい、2つ目のところなんですが、これはどこまでこの場で申し上げるべきか私も瞬時にするんですけども、この場にいらっしゃいもしますが、記者の方とのやり取りの中で、仕事の相手方としてふさわしくないと認めましたので、今後その取材に応じかねるという判断をしました。以上です。もしよろしければ、ご本人ないしは中国新聞社の方に問い合わせていただければと思います。僕らは調子に行くわけじゃないので、はい、よろしいですか。ふさわしくないから応じないというのはですね、はい、いわゆる取材対象者と我々取材者として極めて不適切な関係性なんですよ。でふさわしくないから応じないとなれたら、僕らは仕事で成り立ってなくなってくるので、それは市長の中で根拠があるのならばですね、ちゃんと示して、例えばもう全く虚偽を書くとかですね、悪質であるとかですね、いろいろ、当然の理由は僕もちょっと分かりませんけど、どういうことなんですか、ふさわしくない応じないではですね、はい、僕らの仕事の成り立たないと思うんですが、はい、あくまでもお断りしておきますが、中国新聞社の取材を一切合切を拒絶するというものではありません。記者の方の取材に対して限定をして応じかねるという対応です。でその理由については、もうちょっと言及すれば、大変例を欠いた言動を認めたためです。それは、一職業人として、そもそも一社会人、人として私はそのような態度は許容しませんので、仕事をする相手方としてふさわしくないと評しました。もし私がおかしなことを言っているというご感想があれば、それはもちろんこの場でおっしゃっていただいても結構です。例を書くというのは、つまり例えばこういう時に意味が分からないです。じゃあ一つ一つ例を挙げてみましょうか。11月の記者会見なんですけども、ご質問をされて私が回答をしました。その私の発言に対して不毛だと言われたわけです。自分が思ったような答えが返ってこなかった、それに対して不毛だという答え、私はこれが適切とは思いません。もしそれが質問に合っていないんであれば、
また違う聞き方をすればいいだけのはずです。にもかかわらず、私なりに質問に回答しています。これは仕事としてです。その相手の仕事に対して不毛だと言い切る。これを私は例を書いていると判断しました。もしよろしければ、後で YouTube に動画が上がっていますので、ご覧いただければと思います。11月の記者会見の中の50何分のところですね。はい、そのあたりにあります。はい、行ってみましょうか。51分56秒ですね。市民の声、無関心だ。それを放置したのは誰なんだと。意識的には政治家ですよ。でもそれを正さなかったのはメディアじゃないんですよ。はい、そのほか、しのちさん。ちょっとこの話をずっとしようとしてはちょっと不毛なので。よろしいでしょうか。そのほか、質問の方は。はい。これ、まあ、ちょっと申し訳ないですけど、またちょっと読み切れてないんですが、1回目質問されて、回答が来たと、それでもう一回投げたと、で今後、その、中央新聞の回答次第だと思うんですが、市長というのはどのような態度をですね、今後取っていく、まあ、それは回答次第だと思うんですけど、どういう思いなのか。はい、社としての基本方針ですね。なので社是というものを確認をさせていただいているところです。大変僭越ながら。で、それがよく分かった時点で、市としてその社是に基づいて出されている記事、情報発信について、意見を申し述べたいと考えています。それがおっしゃる通りですなのか、断固抗議するなのかは、それは内容によると思います。1回目の回答についてはどれくらいの評価をされているんですか。この中の矢印で私は質問をしているんですが、その質問の様子から汲み取っていただけるのもあるかなと思うんですが、正直回答になっていないなと感じるのが大半です。先ほどの8番なんかまさにそうなんですが、根拠を示さずに正当性を主張できるという見解かとわざわざ私が問いただしているということは、おかしなことを言ってるんじゃないんですかという裏返しです。意見だったので掲載しました。あまりにも無責任じゃないでしょうか。マスメディアとして世に情報を提供していくわけです。 SNS じゃないんです。そうしたときに私はこのような方針というのは非常によろしくないなというふうに感じています。マスメディアとしてという言葉がたびたび出ているので、この際ですね、市長さんのマスメディアとは社会の、まあ、構成としてこうあるべきだというちょっと、まあ、一定のこうなんていうか姿というちょっと、ちょっと示していただきたいです。なるほど、大変難しいご質問ですね。よく言われる通り社会の好機だと思っています。それほどに重要、もっと言えば貴重な存在だという認識です。これは無意識に成立するものではないという考えです。要はこの社会が、人々がこれまで積み重ねてきた結果存在する機能、組織、産業である。だからこそです、絶えずいわゆる不断の努力というものですね、これによって時代に合わせて正していかねばならない、そのように思っています。今抽象的な話なんですが、その上で何よりも大事なのは事実に基づいていることだと思います。なのでファクトチェックという言葉もありましたが、まず事実かどうかで、それを伝える方法はいろいろあると思います。メディア、その媒体、テレビなのか新聞なのか何なのか週刊誌なのか
でまた記者の方によってもいろいろあると思うんですが、ただ事実が出発点であるというのは絶対に動かせない鉄則であると思います。でその上で事実をどこまで表現できているのか、で今回の記事に対しては質問の中で書きましたが、その前誤りではないかという問いかけをしています。でこの事実というのは真実や解釈というものと違うんですね。これは多分ニーチェの言葉ですが、真実なんていうものはない、あるのは解釈だけだ、うん、でもその元は事実があるんですね。例えば何だろうな、私と料理新聞の記者の方がそこでこう揉み合ってたと。でお互いの主張は、なんか主張が生意気なことを言った。で記者の方は、あ、私は、いや記者がプレーを振るいをしたんだと。それは立場が違うのでどっちも成り立つんだと思います、認識は。ただ事実は2人の成人男性がそこで揉み合ってたということですよね。で時系列を遡れば、市長がその前にこんな発言をしてた、いやいや記者の方がこのような行いをしてた、それをきちんと並べていけばより多くの人が共有する解釈というのが生まれると思います。でそれをメディアというのは伝えていかれるべきなんだろうというのが私の認識です。一方の私が、いや記者の方がこんな無礼なことしてたんですよって言ってますけど、言ってたけどずっとその前を追ってみてもしてないじゃないかと、だとしたら私の解釈が誤っている。でこれはやはり正解を突き詰めるのが難しい問題だと思います。なので大事なのはファクトをちゃんと十分に並べて多くの共感を得る、大変僭越生意気な話であるんですが、これがメディア、マスメディアというものに必要な要素ではないかと考えています。はい、よくわかりました、ありがとうございます。でもう一つですね、それに関連してというか、メディア、マスメディアという、見方もあるんですが、一方では特に新聞というメディアは言論機関という立場があると思うんですけど、その言論機関でなっても先ほどおっしゃった、なんとかな、マナー的な部分ですね、それってここまでだって言いにくいと思うんですけど、そのあたりちょっとどうお考えなのか、ちょっとなんか表現があれば。なかなかマナーを言語化するというのは難しいところだなと感じます。ただ極めて単純なことだと今ちょっと考えて思いました。要は相手に対して人として敬意を払ってるかどうかだと思います。でこれはこの仕事だから、大人だから、社会人だからやらないといけない話じゃなくて、自我が芽生えた子どもの時からやらないといけない、そのレベルです、私が言ってるのは。はい、ありがとうございます。